こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になっていただいてありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい、では、どうして男性ばかりが女性を追わなくちゃいけないんだ、たまには女性から追われたいっていう風にね、思うことってあると思うんですよ。男性だって女性にちやほやされたいですよね。ね、でね、実は女性から追われるのってポイントさえ押さえればめちゃくちゃ簡単なんですね。なので今回はですね、あなたが女性から追われるように爆発的に追われる男性になれる方法というお話をさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたらチャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE の友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には3つのモテる動画を無料でプレゼントさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、ではですね、爆発的に女性から追われる男性になる方法、まず一つ目はですね、余裕があるというところですね。要するにガツガツしてなかったりとか焦ってないっていうのがすごい大切な要素になってきます。女性は余裕がある男性に惹かれるんですけど、なぜかというと安心するからなんですね。余裕がなかったり焦ってる人って安心感ないじゃないですか。なんかこの人こうね、焦ってる人に対して超焦ってる安心とかはないと思うんですよね。なので余裕がある、で既婚者がモテるっていうのはこの余裕なんですよね。なんかガツガツしてないし、なんかこうね、おいでみたいなね、僕のそこにおいでみたいな感じで待ってるよみたいなね、こういう余裕感っていうのが女性にとってすごい安心感を覚えさせて、結果追いたくなるっていう感じなんですね。なので余裕というものを持つ、ね、焦りを捨てるっていうことをやるといいと思います。はい、そして2つ目はですね、ポジティブであるっていうことですね。これもネガティブな人ってやっぱ不安じゃないですか。不安な人と一緒にいたくないんですよね、女性って。だからポジティブね、でネガティブな時もあっていいです、人間だから。だけどずっとネガティブなこと言われていると一緒にいると不安になっちゃうんですよ。じゃなくてポジティブにいると、あ、私この人と一緒にいたら絶対になんか自分も元気になれるみたいな風に思わせれば、この人と一緒にいたいと思って追いかけたくなるわけですよね。なのでポジティブであるっていうことはすごく大事になってきます。そして3つ目はですね、女性に興味があるっていうことですね。どういうことかというと、結構女性に興味がある、女の人ってどういう思考を持っているんだろうなとか、女性ってどういうことが刺さるのかなとか、女性は何が嫌なのかなとか、女性というものに対して興味がある人っていうのは女性のツボを押さえるのが得意なので、やっぱりね、追いたくなるわけですよ。多くの男性がテクニックで落とそうとかは考えるけど、じゃあ実際に女性というものはどういう生き物なのかなっていうことを細かくね、知ろうとする人って案外少ないんですよね。だからこそ自分ね、女性に興味を持って女性のツボをつつくことができる、それができる男性がほぼいないってことは、女性はつつかれる、そして追いたくなるっていうこの構図が出来上がるんですよね。なのであなたがターゲットにしているのが女性なのであれば、女性という生き物をとことん研究してください。で、私たくさんお伝えしてますけど、私が言ってるたくさんお伝えしてるテクニックももちろん大事なんだけども、こうこうこうだからっていうところが実は大事です。なので私の動画何回も見ていただいて、いろんな動画もね、こうだよ、女性はこう思うよ、だからこっちだよって言ってるけど、実はね、こう思うよの方が大事なので、そこをしっかり聞いてみるといいと思います。はい、そして4つ目はかっこよくありたいと常に思っているってところですね。かっこよくありたいと思っている男性ってやっぱり追いかけたくなるんですよ。多くの男性はありのままの自分でかっこよくしなくても今のまんまでモテたいですっていう人が多いんですね。
私結構先に服装を変えてくださいねっていうのも、それってかっこよく見られたいとか、そういう気持ちがあるかどうかっていうところなんですね。で、この今の服装のままモテたいっていう人は、やっぱり女性からかっこよく見られたいという気持ちが、ちょっとね、もっと増やした方がいいかなっていうところがあるんですね。誰だってかっこいいって言われたいけど、やらない人が多いんですよ。どれだけ自分がかっこよく、ね、かっこいいって言われたい、かっこよく見せたい、かっこよくありたいって思うかどうかが行動に出るはずなので、もうかっこよくいたいっていうことは素晴らしいことなので、僕はかっこよくありたい、僕はかっこよくモテたいっていう風に思う、そして行動に移すってことが大事です。それをやる人がまた少ないから、女性がそういう人に魅力を感じて追いかけたくなるっていうね、構図ができてきます。そして5つ目はですね、自分の軸があるっていうところですね。私はよく自分の軸プラス相手目線っていうことをお伝えしているので、相手目線ももちろん大事なんですけれども、男性がすごい優しすぎちゃうと自分の軸がなくなっちゃう人が多いんですよ。特に私の動画を見てくださってる人ってめちゃくちゃ優しい方が多いので、結構ね、もう女性様みたいになっちゃって、合わせすぎちゃったりとか気を使いすぎちゃったりとかするんですね。そうすると自分の軸というものがブレてしまって、女性が安心感というものを感じなくなっちゃうんですよ。だから自分はこう思う、あなたはそう思うのね、じゃあどうしたらいいのかっていうのを考え方として持つようにしてください。軸というものはすごく大事です。相手の顔色を伺ったりとか、相手に好かれるために自分を犠牲にするっていうのはモテる要素にはつながらないので、ちゃんと自分の軸プラス相手目線っていうことを持つといいと思います。はい、ではおさらいしますね。爆発的に女性に追われる男性になる方法、まず一つ目、余裕がある。そして二つ目はポジティブである。3つ目、女性に興味がある。そして4つ目、もうかっこよく思われたいと思っている。そして5つ目、自分の軸があるですね。この5つしっかり頭にインストールしていただければと思います。では今日はですね、女性に追いかけられるモテオくんの特徴というお話をさせていただきたいと思います。で、女性に追いかけられる男性、本当にね、特徴いくつかあるんですけれども、これは本当にね、こう初歩段階というか、誰でもできる簡単な、まず一歩だと思いますので、ぜひ参考にしていただいて、あなたも、女性に追いかけられていただければなと思うんですけれども、一体それは何かというと、女性に追いかけられる男性っていうのはやはりですね、想像力が豊かなんですよ。で、女性に追いかけられない男性っていうのはやっぱりその想像力ができないから、会話が続かなかったりとか、相手に気遣いをすることができなかったりとかして、うまくいかない場合が多いんですね。例えば相手の女性の、コップ、グラスに、お水とか、ね、飲み物が入ってなかったら、あ、次何がいいっていう風に、何か飲みたいだろうな、でも頼めないかもしれないな、言いにくいかもしれないなって想像を働かせて、男性の方から声をかけてあげるとか、あとは、会話もそうですよね。ね、じゃあこれから夏どっか行きたいねみたいな話をした時に、夏だったらやっぱ海かなとか言って、海好き山好きとか、夏といえば海山とかね、海とか山にが結構好きっていう女性だったら、あ、アウトドアが好きなのかなとかね、そしたら今までどういうところ行ったのかなっていう風に、相手の言葉とか相手の、行動から、想像を膨らませて、その想像に合わせて話をしていく。そうすると話が広がるんですよ。で、相手の女性はそういう風に想像力をあなたが膨らまして会話をすることによって、あ、すごい私のことを見てくれてるんだとか、すごい私のことを分かってくれてるんだっていう風に思うんですね。で、女性っていうのは自分のことをすごく見てくれてたりとか、気遣ってくれたりとか、気にしてくれたりとか、そういう風にしてくれる男性に対して好意を持っていきますので、ぜひ想像力を働かせる。で、その想像力を働かせてコミュニケーションを取る男性っていうのが非常に少ないので、あなたもね、ちょっとでもやればすぐに女性の方から好き好き好きって追いかけられるようになってきますので、ぜひやってみてください。
はい、ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達、そして無料のオンラインサロンの友達を募集してます。ゲリラライブなんかもやってますし、 LINE は私から直接返信をさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。メルマガ、 LINE、 メッセンジャー、オンラインサロン、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。